た。楽しすぎる。動画なんか作ってる場合じゃねえよ。お前それでも投稿者にゃんか。今シーズン残念ながら EA さんからの案件なかったからな。編集無視して存分に遊べるんだぜ。そんなんだからねえんだよ。待ちに待ったスピットファイアが通常武器に帰ってきたのよ。こんなんもう遊ばないと嘘でしょ。何が真実なのか知りたいにゃんね。ということでイカれたファミリーを紹介するぜ。どう見てもお前が一番イカれてるにゃん。私のレジェンドはロイ。動画ポージャーだ。流行りには乗っかるスタイル。職業は盗賊だ。せめて設定は守れや。馬の夜ポージャーです。君ちょっと無理やりすぎない？動画よりもちゃんと設定守ってるんだぞ。え、もう性別から名前まで何もかすってないけど。騙すところが共通してます。バロラントスナー。いやもう原作への冒涜にゃん。最後の家族を紹介します。シェアーニャポージャーです。もう五感だけじゃん。シェアーニャ、あっちの方で気を感じるの。これは超能力者。違うよマイクロドローンだよ。我らポージャー一家新生スピファミリーだぜ。やっぱ増えてんじゃねえよ。完璧に決まりましたね。文句のつけようのないパーティー構成だな。シアーニャ、美を感じるの。ゴリ押そうとすな。てか君ら武器構成歪んでない。全員ダブルスピファは家族のルールだぜ。ヘディアモが家族の絆。撃ったら家族の絆目減りするけど大丈夫？ほら、よく言うじゃないですか。弾の切れ目が縁の切れ目って。どんだけ物騒な家族だよ。今世紀のヘディアモ環境だから、敵を倒し続ける限り、私たち家族は永遠に不滅なのだ。行くぞお前たち。ダンマニウムの吸引は済んだか？ジャンキーファミリーじゃん。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。我らスピファミリーの実力をお披露目しましょう。最後に部隊の戦闘に介入。まずは間に挟んだ舞台を弾幕ですりつぶす。弾幕展開開始。そうで真っ赤かカーニバルの開催だー。シアーニャ、気を感じるの。そりゃ仕事や。ネズミを逃がすな。徹底的にすりつぶせ。むむ、こっちに逃げてきましたよ。私がやった、ラスト1舞台。弾幕の展開を緩めるな。よし、ここでスパイ秘密兵器を投入する。スパイじゃなくてスパイダーじゃねえか。そのインクに、気を感じます。いやさがのダジャレだろ。さあ生きてこいわがしもべたちよ。敵を恐怖のどん底に陥れるのだ。あ、待ってなんか私が後ろから攻撃されてる。ゲーム失敗してるよ。な、まさか敵のスパイだったのか。奴らスパイだー。お前ら頭大丈夫？荒野作戦、酸っぱいってね。美を感じます。オラジギャグじゃねえか。一度体勢を立て直しますよ。まずは冷静に敵のスパイを排除しましょう。出したのお前らだよ。恐ろしい。いとも簡単にランパートの強化の入った壁を。敵も突然スピカ6本抱えたバケモンに襲われて、まさか勝手に雲出して自滅してるとは思ってないよね。シアーニャ、敵の人数を探れるか。任せてください。美を感じましょう。お前それしか言ってないが。は？一人消えた。ポータルで突っ込んできてる。飛んで弾幕にいる式の虫。シレット通年開催すな。春夏秋冬春夏秋冬。弾幕はどの季節でもいいものだ。敵がポータルで戻ったと思ったら、味方だったか。相手の武器は今季最強と噂のハボックにゃんね。冗談抜きでハボックとスピファの二強時代だ。そしてハボックからはダンマニウムは摂取できんが、スピットファイアからはできる。この意味がわかるか。お得感ですね。武器に何も止めてるにゃんか。もらえるものと、弾はもらっておく主義なのだ。ランパートも大変強化されて使ってみたいが、やはりダンマニウムとしてはヘディアモの補充が欠かせない。ヘディアモの数の差が戦力の決定的な差なのだ。武器返事による100連射の弾幕を食らえ。一回の攻撃で100発消費するってやばいもんね。ヘディアモは何度あってもいいですからね。ありがとうございます。いやー感じるか。ダンマニウムの脈動をスピファの銃声しか聞こえない。私たちが戦場を支配している。シアーニャ、弾幕の音で気を感じるの。アーニャはそんなこと言わないもん。今日はダンマニウム祭りスペシャルだ。視聴者のみんなも精一杯ダンマニウムを摂取していってくれ。ねえ、まだ動画時間3分なのに、もう胸焼けするぐらいお腹いっぱいにょんけど。おかわりもいいぞ。先ほどはスパイにしてやられたからな。今回はああはならんように先に処理しておくんだぜ。弾幕で一気に吹き飛ばすと気持ちがいいでしょうね。さあ一列に並べ。うえ、めっちゃいる気もいいのな。スパイダーが苦手な人も、こうして弾幕で潰せば、多少は気が紛れるってもんよ。撃っても撃った以上に弾が出るからお得ですね。クック、二本目も全部撃ってやるぜ。蛇行蹴散らすのは気分がいい。アーマーも下す、弾も回収できる、アタッチメントも揃う。めんどくさいけど、大事にょんよねー。やったぜ紫拡張マガジンゲット。弾マニウムの質が上がりますね。どういうアタッチメントだっけ？てかこのスピットファイア敵じゃねえか。味方だと思ってた。どうやらスパイが敵のダンマニストを呼び寄せたらしいな。いやお前の銃声だろ。ダンマニウムに釣られてホイホイ寄ってきたか。どちらが真のダンマニストか白黒つけようじゃないか。あっちのパーティーにはランパートも入ってるよね。おのれ、奴らも本気のようだ。シーラまで持ち出してくるとは。気合の入ったダンマニストたち。私も家族構成にランパと入キャッスル入れるか迷ったんだよな。パーティー構成な？とても入れたかった。けど入れるとある問題が発生する。一体どんな問題だ？動画のネタが一気に減っちゃうじゃん。それは切実にょんね。入キャッスル、お前の壁もスピファの前では噛み切れ。ランパートがすぐさま補修してる。入キャッスルとオールドキャッスルの夢のコラボ。オールドキャッスルよな。壁なんかなまたねえと。敵を狙え。一見意味のある弾幕に見えて、一切意味のない弾幕ですね。そう、大
弾を使いすぎた。だんだん300を切ってしまった。合わせるにはまだ早い。だが合わせるにはまだ早い。もうちょい言ってるが、老婆なら戦闘中にも補充ができるのだ。補充するにもまだ早いだろ。これが私がパーティーメンバーではなく自分で老婆を使う理由。ランパーと私が使って撮影班に老婆やらせろというコメントもあるが、欲しい時にいつでもショップが開けることが大事なんだよな。戦闘中にも弾薬を補充する姿勢気を感じます。お前は言いたいだけだろ。っていうかよく見たらそのシアーニャ使ってる人ならのきと。ツイッチのライブで徴兵した新しい撮影班がスパイリアさんの新キャラシー。そいつスパイじゃね。ちなみにシアーニャやレクったらシア解放してないって言ったんで、4キャッスル解放する予定のコインでシアを解放させた。ひどいあんまりだ。絶対死んで全部使いたかったのに。スピファミリーに市場を持ち込んではいけない。任務に忠実な道具にならねばならないのだ。お前らが一番欲にまみれとるにょんよ。シアーニャ、どこからスピファの声を感じる？大体どこにでも落ちてますけど。超能力すげえ。こまねえぞ。ならとりあえず、ホットゾーンに降りるとしよう。ここで拾えるスピットファイアはさぞかしホットに違いない。金のスピットファイア落ちてるかもしれませんね。ワクワクが止まらないんだぜ。よし、私は一番手前の建物から漁っていく。ではまた後ほど。めっちゃ気分害されたわ。この短時間でそんなことある？ユーネーバーやめろ。ジャンプリングがなければ即死だった。豆腐メンタルすぎるだろ。心のダンマニウムに引火して爆発するんですよ。ただ短期のやつじゃん。スピットファイアが1本しか見つからないなんて、あと5本もどうやって集めればいいんだ。6本集めるの大変ですよね。たまに試合展開早すぎて6本集め切る前に試合終わっちゃう。なんという企画だ俺。なんというタイトル詐欺。スピファミリーとしてあってはならないことだぞ。まずその名前なんとかして。絶対こいつら1本ぐらい持ってるでしょ。今をときめく環境武器ですよ。任せろ。私が真の持ち主であることを証明してくる。ランページの時には見られなかった熱い弾の一つです。ご周期仕上がってんね。よっしゃラスト1人どこだこの野郎。痛い痛いわの上。アイアンサイトの見やすさだけはランページが優秀だったな。だがやはりこの安定感はスピットファイアしか勝たん。楽しそうで何よりでございます。そういえば、スピットファイアの変更点といえば、バレルがつかなくなったんだよな。正直そこまでエイム良くないから反動の変化わかんねえ。ほぼ変わってない気がするんだよな。むしろバレルつけなくなって良くなってアドマである。フラットラインもつけなくていいから気が楽なんね。今圧倒的にフラトラスピットファイアウィングマンが人気ですよね。ないないも悪くないと思うんですけど、敵を倒してもライトはもう補充しにくいっていう人が多いな。割と一人ぐらいは持ってるイメージにおんけどね。ハボックがガチで強いのなんの。ただエネルギーアモは本当に回収ができないので、まあ今シーズンは、前シーズンのライトアモ環境と同じぐらい一転してヘビーアモ環境になったよな。なんかヘビーアモとかライトアモに環境を偏らせて意図的に相対的なカーの評価上げようとしてない。序盤は味方と弾を被らないようにしつつ敵を倒して補充できる弾で撃てる。カー先輩の配慮には美を感じてしまいますね。ただせっかく発射する弾を変えれるんだから、前から言ってる通り反動とか威力を変えて欲しかったかな。ただの環境に優しい武器状態ですからね。持続可能な弾薬計画、これが運営の環境対策アピールだったのか。定期的にマップ破壊しすぎなんだよな。それも一度作ったマップデータをしゃぶり尽くすという環境対策なわけだ。そろそろ近距離行かなくなるが。と、これ相手スピットファイア持ってると、何としてもキルして再利用しよう。スピットファイアを見つける最も簡単な方法とは、スピットファイアの銃声によって言って譲ってもらうこと。かち上げヤンキーみたいなこと言ってる。いやほんとみんなスピットファイア持ってますからね。こんなに強かったかなって感じする。ハボックとスピットファイアは次のスプリットに絶対化されそう。おっと、ダイマニスト御用達の紫バッグじゃねえか。スピットファイアも入ってたな。味方がまだ一本も持ってないから譲るんだぜ。もう無駄にスパイダー出したりしないのよ。そうだった。我が下辺たちを召喚せねば。発注能力。よし、これでこの地下通路は実質封鎖された。てかこのバンガウルと別部隊ですよ。マジか、私たちが玉に行ったのにもう玉来たのか。危ないにょんね。ギリギリ回避できたにょん。白アーマーでバンガウルと食らったら致命傷だからな。雲に追われとるが、さて、こっち側から下みたいだから雲で足止めしてるはず。その背中を私が攻撃して、味方が回復する時間を稼ぐぞ。ってやっていくらなんでも当てられすぎた。逆にその削られ方してよく言ってたにょんね。脱出成功、時間稼ぎはできたかな。パーティー全体で見てかなりまずい状態ですね。まともに動けるのシアーニャだけですね。味方のピンチにペニキがうまい。ペニキを最も有効に使えるチャンネル。味方死んじゃうぞ。いろいろあったが、なんとか体勢を整えられたか。やはり高さは力、位置エネルギーは偉大だぜ。上から下に詰めるのは簡単ですけど、下から上に詰めるのは大変ですからね。そあいつ、ブラックマーケットで紫アーマーに来やがった。うまいこと後ろ取れたおかげで、あれは助かりませんよ。悔しいから私も敵のブラックマーケットから抜いてやる。ヘビアも以外も抜けよ。どう考えても優先順位おかしいでしょう。取られる前に取れですからね。逃げ一つ。
足りるか？あと二人にどんだけ打つつもりなの？最後はダンダロールか、ニガさんと。こいつらみんないいアーマー着てますねー。持ってるヘビーアも全部置いてけ。相変わらずバンザクイの逃げ足は早いな。だがこのダンマニストからエンマニストごときが逃げられるかな？扉押さえて回復してますね。こりゃ、開けろー。死んだじゃないんだからやめるよ。ちぃ、バッテリー返しちゃったか。だがそれもこの一瞬で削り取るダンマクパワー。往生際が悪いぞー。ていうかシアーニャ何してんの？わかりませんか？私たちはダンマス家族ですよ。するとどうなるの？玉切れしたに決まってんでしょうが。お前してるのかよ。よし、いいぞシアーニャ。相手の玉を避けまくれ。私のダンマスでなんとかする。さっさとサブウェポンのカーで攻撃するよ。ノットエレガント。それはエレガントじゃないよヨウム君。急にキャラフレンナや。ヒルミルガンガン減っててくさ。お前最中150発撃ったってマジ？何これめっちゃ気持ちいい。高濃度ガンマニウムが脳に染み渡っていく。こんなのに追いかけ回されたらトラウマになりますよ。待て、もっと撃たせろ。回復してもいいから私にもっと撃たせてくれ。ガンされてんじゃん。そんな私の獲物が相手もうこれエイペックスアンインストールしただろ。案件動画じゃなくて助かったな。しかしこれヘビアモの残弾どうしよう。他のメンバーの分もぶっ放しましたね。どうやら敵の部隊がちょっと持ってたっぽいな。言うほどちょっとか。それ結構あるにょんよね。全然足りないが。ってまた玉が来たらしいぞ。ほんとカジュアルマッチは頭カジュアルしてますね。今ランクマッチ仕様変更でランクプライドキッズ大歓喜の鬼畜仕様だからカジュアルでノー鬼畜遊んでる人が多いんだろうな。まあうちのパーティーの言えたことじゃないですけどね。さあ正規残りのお前も弾幕にしてくれるわ。もはやのデート狙おうとすらしない。外した数だけ強くなれる。それが弾幕ニストなのだ。今の子は岡本麻也わからんて。シアーニャ、あっちの方で美を感じます。でかしたぞ。こちらでも高濃度ガンマニウムを感知した。弾幕レーダー搭載すな。弾幕あるところに、我らスピファミリーあり。ただいまより、スピファ6本による掃討作戦を開始する。まずはシーラでガンマニウム救援中で隙だらけのあいつだ。むむ、またニューキャッスルとオールドキャッスルのコンビですか。引きずって救護してやがる。だが私の弾幕突撃の前には無意味、そのシールドの上から粉砕してやるぜ。蘇生されたばっかりだったのに。こらニューキャッスル逃げるな。弾幕の雨からは逃げられないぞ。その程度のシールドも、ストファイアの弾数の前では無意味。あれ、足元の部分攻撃して割っちゃえば一方的に相手の足だけ攻撃できるんですよね。上側が残るから相手からはこっち打てないんだよな。上部で耐久分かれてて強いって思ってたけど案外そういう弱点もあるんだもんな。よっしゃー、キャッスルコンビの城を乗っ取った。昔から城は乗っ取るのが定石ですからね。ワットソンのウルト置いてないのは気が利かないな。残ってるに部隊両方の兵とかってますね。構わん、両方弾幕で黙らせてやる。このキャッスルボールのおかげで私たちは防御力も手に入れた。そして私の固有結界アンリミテッドヘビアモアッツ。ブラックマーケットな。体はスピファでできている。血潮はヘビアモで、心はダンマニウム。なんかヘビアモだけ栄養に多いな。これがアンリミテッドヘビアモアッツの力。ちょっとヘビアモジャンキーの死体多すぎんよ。みんな、今日は打ち放題だ。満足いくまで共に弾幕を展開しようぞ。やっぱー、新鮮なダンマニウムだー。火を感じます、火を感じます。ダメだこいつら早くなんとかしないと。そんなコンテナぶっ壊してやるぜー。ニューキャッスルの壁じゃねえんだから壊れないもん。マジで無駄弾打ちすぎ。弾幕の前に、無駄という言葉は存在しないのだ。当てれば有効だ、外せば制圧だ。すべての弾は、意味があるのだ。なんかわからんけどすごい。頭空っぽになりすぎ。てか、まだ3部隊いるのに突撃しちゃってる。書き込みじゃあ、弾幕のお届けに参りました。ブラックマーケットでお買い物中ですか？と、対応が早いな。だがダンマニストは不滅。こんなことしてたら絶対もう1部隊玉に来るって。シアーニャがやられた。己うちの新人の欲も。一発目の撮影からハードですからね。欲が来てしまったか。いやそりゃ来るだろ。てかミラージュこの状況で生き残ってるのすごいな。ベテラン撮影班ですからね。無茶な突撃もお手のものです。ミラージュ名物塗り蘇生も無事通って混乱を制しているのは私たち側だ。逃げたやつを私が追うぞ。で待ってこいつどっから出てきた。全然混乱制してないじゃん。そう、あと一発だったのに。ちょっと残弾数が不安だから補充するか。この状況でこのもうしっちゃかめっちゃかな乱戦の中でまだ300発もあるのに。もう300発しかなんだよね。動画じゃなければカバンをヘビアも900発で埋めてたところ。この戦闘の最中でも補充できるからこそ回復が持てる。マジでアホかな。残すは1部隊です。しっかり準備しましょう。めっちゃケアパケ武器やったのに。つい先日までスピファもケアパケ武器だったわけ。つまり今の私は両手にケアパケ武器とほぼ同じ。むしろ部隊全員両手にケアパケ。ゴリ押し弾幕色ねえぞー。さて最後の仕上げだ。あいつはあそこに釘付けにしろ。これが弾幕の力だー。よっしゃー、シーズン13最高のスタートが切れたんだぜ。やりましたね、私たちの勝利です。いやいや、ダンマニウムに火を感じます。チャンネル登録38億人ありがとうございます。全国38億人のダンマニストの皆さん、ダブルスピファでレッツダンマク、ご視聴ありがとうございました。